ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2024年1月の28日日曜日です。今日は将棋ですね。第73期アルソック杯王将戦七番勝負第3局の今日は2日目です。これは場所は島根県の大田市の三別荘で、国民休暇村、国民宿舎か、三別荘で行われております。王将の藤井聡太王将対、菅井達也八段の対局です。今日2日目です。昨日45手目を封じたのは菅井達也八段でした。そして今朝9時にですね、その封じ手が開かれました。封じ手は、7三歩でしたね。飛車の前に歩を打った。まあ大体これは解説者の方も予想されていましたが、まあその通りになりました。そしてそれから、始まりましたね。第2局目、今日で勝負がつくわけです。藤井聡太王将が2連勝を受けて、今回は第3局目ということであります。これ7番勝負ですからね。4番勝ったら、まあ、藤井聡太王将は防衛、もし菅井八段が勝てば初の、王将奪取ということになる、まあ、そういう対局でありました。まあ今回はですね、まあ振り飛車と居飛車の対局ということで、まあ、注目されておりました。そして、菅井達也八段は1局2局目とも三間飛車で振ったんですね。今回はそれがまあ向かい飛車というんで新しいまあところで振りました。まあ藤井聡太王将もまあなかなかその向かい飛車とやることはまあめったないと思うんですがね。でもなんとですね、今回は藤井聡太王将はですね、結構この居飛車を研究する時間が結構あったんですね。正月も含まれてましたし、その前の月も対局が少なくなっておりましたので、結構時間が持てたので、しっかりと居飛車対策をやっていたのが分かりましたね。新しいその向かい飛車の手を菅井八段が指してきてもですね、あまり考えなくて5分ぐらいでパッと指すわけですね。解説しても、この手は5分じゃとても指せません。でも研究の成果ですね。それを5分で指すところの藤井聡太、まあ、王将のこの研究のと行き届いているところに解説者もびっくりしておりましたが、いやーですから居飛車で新しい向かい飛車でありながら振ってくるところ、まあなかなか簡単には指せないところなんですが、研究はこれが進んでましたね。それも居飛車がどんどん有利になるような手をどんどんと打ってきますから、今日昼ごろにはですね、じわ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 っと、もう居飛車が、まあ、昨日からもでしたかね、なんとなく居飛車がもうこれ有利な持つんだら居飛車を持ちたいなということのように、だんだんじわ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 とリードが広がって、もう最後にはぐわーっと広がりましてね、もうこれは。なんでですかね、45手目が開いたんですけども、56手目ぐらいにはもう80対20ぐらいに AI は藤井聡太王将に振りましたね。それからもう藤井聡太王将は間違わない、確実に打ってきますからね。だん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 とこの菅井達也八段が苦しくなってきましてね、もうそして投了が94手目で打って、藤井聡太さんが94手目を打って、そこで投了となりました。といってもまだ詰むまでにはかなり手数がかかるとこでしたけどね。でも手数がかかるんだけども、もう藤井聡太王将の陣形ががっちりしてる、そして、
なりふの時もできている、飛車も利いている、守りに、藤井聡太王将の方には自陣に飛車が成り込んだ飛車が帰っている、もう攻めようがない、もうやればやるだけ、もう苦しくなるだけというんでね、まあ、心当たりは、まあ、菅井達也八段もスパッと投了しましたね。もうあれやってももうどうやっても無理でしょういうぐらいとこまで差がついたということですよね。この差もつきもじわじわじわっとやりながらだん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 とついても、あと反撃のしようがない、もう普通一手違いとかいうのがありますが、もう一手違いじゃない、もう離れてますからもうやりようがないというぐらいね、まあこう全体を眺めてみればやっぱ藤井聡太王将の完璧な居飛車の勝利でしたね。いやー、まあこの見事な勝ち方で3連勝。いやー、これはすごいですね。そして今度は来月2月の7、8と第4局目が東京で行われるというね、もうそうですね、7番勝負ですけど、うわっと4連勝藤井聡太王将するぐらいの勢いですね。今回の第3局はもう完全に居飛車を見切ったというかね、すごい勝ち方でした。もう言うことのない勝ち方でありました。そして、藤井聡太さんもですね、これ45戦で39勝6敗勝率が、0.867 というすごい勝率になってきました。そしてこの2月の7、8の王将戦の前で、2月4日にもう棋王戦が始まるという、棋王戦5番勝負の棋王戦が始まる。そして2月4日には NHK 杯も行われるんで、藤井聡太 NHK のタイトルを持っている藤井聡太が NHK のテレビに出るんですけど、まあこれ録画ですから2月4日に棋王戦と同時にやるわけじゃないんですが、もう NHK 杯はもう録画されている。そして棋王戦は5番勝負の第1局が始まる。それがなんと相手が伊藤匠、七段が、相手が NHK 杯も伊藤匠七段、その棋王戦も伊藤匠七段という、まあなんか不思議なような対戦がありますので、2月4日は NHK 杯を見ながら棋王戦を見ながら、なかなか忙しい一日になるんではないかと思います。まあ、今日は73期やらそく杯王将戦7番勝負の第3局、藤井聡太王将が見事に、勝った将棋をお送りいたしました。いやー、将棋って面白いですね。ごきげんよう。